こんにちは。今回は液晶モニターのうち TN、VA、IPS モニターの違いを解説します。まず物質は原子や分子からできています。原子や分子が空間を自由に飛び回っている状態を気体、ゆるく引き合ってゆっくりと動いている状態を液体、強く引き合って固定している状態を固体と言います。また原子や分子が規則正しく並んでいる固体を結晶、不規則に並んでいる固体をアモルファスと言います。液晶とは液体と結晶の中間の状態で、細長い分子や円盤状の粒子が流動性を持ちながら規則的に並んだ状態を言います。また分子が同じ方向を向きランダムに並ぶものをネマチック液晶、同じ方向を向きながら横方向にも並ぶものをスメクチック液晶、円盤状の粒子が横に並び層状に積み重なったものをカラムナー液晶と言います。液晶モニターにはネマチック液晶が使われています。代表的な液晶分子にはこのようなものがあり、左側のアルキル基は炭素が数珠状につながっているだけなので、鎖のように柔軟性があるため液体の流動性、右側の方向感は炭素が円を描いて強く強固につながっており、結晶のように並ぼうとする性質があります。炭素からなる分子について詳しくは過去の動画をご覧ください。一つの分子内に流動性と結晶性の2つの構造を持つことから、液体と結晶の中間の性質を示します。また方向感に CN や O、フッ素などがあると周囲から電子を引き寄せる力が強いためマイナスの性質を持つようになり、反対側はプラスの性質を持つようになります。このようなものを電子吸引器といい、分子構造に大きく影響します。詳しくは大学で有機化学を習ってください。この構造を簡易的に右図のように書きます。分子内にプラスとマイナスを持つため、液晶に電圧をかけると分子がすべて電極方向に向かって縦に並びます。また図のように分子の中腹に電子吸引器を持つ場合、分子の先端ではなく片面がマイナスに、もう一面がプラスの性質を持ちます。このような場合、先ほどとは異なり電圧をかけると電極方向に向かって横に並びます。電圧をかけた際に縦に並ぶものをポジティブ型液晶、横に並ぶものをネガティブ型液晶と言います。 TN および IPS 液晶ではポジティブ型、 VA 液晶ではネガティブ型が使用されます。また液晶モニターには偏光板という材料も使用されます。光はいろいろな方向に振動していますが、偏光板は一方向に振動する光のみを通過させます。そのため偏光板を同じ方向に重ねると光を通過します。互い違いに重ねると2枚目は縦方向に振動する光しか通過できません。しかし1枚目の偏光板では横に振動する光のみしか通らないため、光は遮断されます。液晶モニターは互い違いに重ねた偏光板の間に液晶を挟むことで色を表示させます。それではまず TN 液晶について解説します。微細な溝を持つ板にポジティブ型液晶を接触させると、液晶分子が溝に沿ってまっすぐ並びます。溝に入った分子をそのまま樹脂などで固定させます。溝の向きを同じ方向に重ねてその間に液晶分子を挟むと、液晶は同じ方向に並ぼうとするためそのような配置となります。一方
肺硬膜を互い違いに重ねて、その間に液晶分子を挟むと、中間の液晶は前後の分子と同じ方向に並ぼうとするため、全体として上下方向に向かってねじれて配置されます。肺硬膜の前後に互い違いに向けた偏光板を重ねます。この状態で一方から光を照らすと、最初の偏光板により一方方向に振動する光のみが通過します。その後、連続に並んだ液晶分子に沿って進み、反対側に到達するときには、光の振動が90度ねじれた状態となるため、光は反対側の偏光板も通過できます。続いて、偏光板と肺硬膜の間に透明電極を設置し、液晶に電圧を加えます。透明電極については、大学で結晶を習ってください。ある一定以上の電圧を加えると、中央の液晶分子の多くが垂直方向に向きを変えます。この状態では、光を偏光させる効果が失われるため、光はまっすぐに進み、2枚目の偏光板を通過することができず、光は遮断されます。つまり、TN 液晶では、中間の液晶分子が横に向いた状態が白、一定以上の電圧をかけて縦に向いた状態が黒となります。電圧制御により液晶分子が斜めに向いた状態がグレーとなります。この原理により光の三原色である赤、青、緑のカラーフィルターを通る光の量を制御することで色を表現しています。しかしグレーに見えるのは液晶画面を真正面から見た場合のみで、液晶の先端を見るような方角では光の直進性が増すため黒に、液晶の側面を見るような方角では光の偏光性が増えるため白に見えます。具体的には液晶の光の透過率はこのような式で表され、液晶分子のねじれや立ち上がり具合によって変化します。また、光の波長によって透過率が変化するため、バックライトが白だとしても、透過してきた光は青っぽい色や黄色っぽい色に着色する場合があります。見る角度によって垂直方向の影響が変化するため、明るさや色が変化します。また、分子の角度を変化させて透過率のみを変えようとした場合でも、バックライトに色がつくため、TN 液晶では視野角が低く、色再現度が低いです。また、黒を表現するためには、液晶分子を垂直にする必要がありますが、電圧制御では全ての分子を完全に制御できないこと、また、パネル作成時の歪みによって完全に垂直にすることが難しいため、真っ黒が表現できず、コントラストが低くなります。続いて VA 液晶について解説します。 VA 液晶では界面活性剤や樹脂を用いて液晶をパネル上に垂直方向に固定します。間に液晶を挟むと全ての液晶は垂直方向に並びます。また VA 液晶にはネガティブ型の液晶を使用します。この状態で電圧を加えると、内部の液晶分子が横方向を向くようになります。まず、電圧を加えない状態では、偏光板を通った光がまっすぐ進むため、反対側の偏光板を通過できないため、光は遮断されます。この場合、液晶のねじれの影響はなく、透過率は垂直度のみに影響します。液晶分子は自然な状態で上方向に結晶が揃うため、分子の揺らぎの影響はありますが、θ はほぼゼロとなります。そのため TN 液晶では、その他の方式に比べて純粋な黒を表現しやすいため、コントラストが向上します。また、液晶に電圧を加えた場合、分子が上を向くエリアと、
虚光無垢エリアが混在するため、向きによって光の振動特性が変化し、副屈折という特殊な屈折を生じます。最終的に楕円偏光という全方向に振動する光となって、反対側に到達します。そして反対側の偏光板に沿った光が通過するため、光が透過します。液晶分子の傾き度合いによって楕円の膨らみが変化するため、電圧によって透過度を変化させることができます。そのため VA 液晶も液晶分子の垂直具合によって明るさが変化します。そのため TN 液晶と同様に、見る角度によって明るさや色味が変化するため、視野角や色再現度が低下しやすいです。これを解決する手段として、液晶層の内部に突起を設けたり、電極を分けることで液晶が左右に向くようにします。この場合、中央から見るとグレーですが、斜めから見た場合、黒く見える領域と白く見える領域が同時に目に届くため、グレーに見えます。これにより視野角が改善します。これをマルチドメインと言います。しかしマルチドメインでは、電圧がゼロの状態で液晶がきれいに垂直を向かなくなるため、遮光性が低下し、黒を映してもバックライト漏れが発生し、コントラストが低下します。また話は戻りますが、 TN 液晶では背光膜上の液晶分子は固定されているため、TN 液晶における黒はこのような分子配列になります。この場合も液晶の向きが非対称となるため、光は楕円偏光を描き、一部の光が透過するため、バックライト漏れの原因となります。液晶層の前後に楕円偏光を打ち消すように、液晶を配置した層を挟むことで、バックライト漏れを制御し、コントラストを向上させることができます。しかし中間色以上の明るさを表示すると、色ずれが大きくなります。最後に IPS 液晶について解説します。 IPS 液晶では、ポジティブ型液晶がすべて水平方向を向いて並んでおり、電極が対面ではなく一方のみにあります。この状態で電圧をかけると、電解に沿って中央の分子がねじれます。電解については、大学で電磁気学を習ってください。電圧を加えない状態では、偏光板を通った光がそのまま直進するため、反対側の偏光板を通過できないため、光は遮断されます。電圧を加えた状態では、副屈折および楕円偏光により光が透過します。IPS 液晶では、液晶分子の垂直成分が影響しないため、透過率はねじれ角度のみに依存します。そのため、透過率はこのように近似されます。この場合、透過率は光の波長に影響しないため、バックライトは白いまま透過します。そのため、余計な色が発生しないため、色再現性が向上します。また、光の透過は、分子のねじれ具合にのみ影響するため、どの角度から見ても分子の側面のみを見ることになり、視野角による明るさや色味の変化が起こりにくいです。しかし極端に浅い角度から見ると、色が乗って見えることがあります。そこで色の特徴が反対に出るように、電極をくの字に設計することで、その影響を打ち消すことができます。またIPS 液晶は電極を内部に設置する必要があるため、開口率が低いですが、バックライトを強力にしたり、電極の位置や透明電極を用いることで改善しています。メリットが多く見えますが、 IPS 液晶もパネルの歪みによって完全な黒を表現することが難しく、コントラストが低くなります。ちなみに TN 液晶と VA 液晶は、液晶の背光方向と電解の向きが一致するため、
お互いの歪みが矯正されやすいですが、 iPS 液晶は液晶の配光方向と電解の向きが一致しないため、お互いの歪みがそのまま残ります。そのため iPS 液晶は製造に精度が求められ、パネルの歪みの影響が大きく出やすく、バックライト漏れが起こりやすいです。まとめるとこのようになります。今回は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。